ニューオーリンズ、ニューオーリンズはアメリカ合衆国ルイジアナ州南部にある同州最大の都市。メキシコ湾に面し、ミシシッピ川の河口に位置する重要な港湾都市で、元来は穀物、綿花等、ミシシッピ川流域の農産物の輸出港として発展し、後には工業都市、観光都市としても発展した。英語名ニューオールリンズ、及びフランス語名ラヌーベルオーリンズ。 シン・オルレアンという意味で、ルイ十五世の摂政オルレアン公フィリップ二世にちなむ。かつては、フランス領ルイジアナの主婦であり、市内のフレンチクオーターと呼ばれる地区には、今なおフランス植民地帝国時代の雰囲気を残している。ニューオーリンズは、ジャンバティストル・モワンド・ビエンビルの指導家、ラ・ヌーベル・オルレアン、ラ・ヌーベル・オーリンズとして、フランス人によって1718年に設立され、 1722年にはフランス領ルイジアナの主婦となった。1763年パリ条約によりルイジアナはスペイン領となるが、町はフランス系住民が多く宗主国スペインの影響はほとんど見られなかった。1801年ナポレオン皇帝がルイジアナをフランスに返還させたが、財政上の必要から1803年アメリカ合衆国に売却した、詳しくは ルイジアナ外州を参照。この時の町の人口は約1万人であった。この頃、カリブ海のフランス領サンドマング、現、ハイチで黒人革命が起こり、さらに多くのフランス人やクレオール、フランス人と奴隷の根血の人々が町に流入した。1812年に起こった米英戦争では、英軍の侵攻を受け、1815年、 アンドリュー・ジャクソン将軍が英軍を撃破したニューオーリンズの戦い。1849年に州都がバトンルージュに移ったが依然として州の経済的、文化的中心の地位を保っている。ただしアメリカに多く見られる州都を災害都市よりははるかに小規模な都市に置く例とはなり、領主は拮抗した関係である。地域の大部分が湿地帯であったため、 従来は都市の建設はミシシッピ側に面した高台の地域に限られていたが、1910年代に土木技師のボールドウィンウッドが排水ポンプを開発したことが後半の開発を可能とした。1917年、米国海軍の命令により売春地区として知られたストーリービルが閉鎖された。1923年、 ミシシッピ川とポンチャートレーン股間の輸送ラインとなる工業水路が開通。また1965年にはそのメキシコ湾へ抜ける道となるミシシッピ川暗号水路が開通し、輸送ルートは大きく変わることとなった。1964年、市の近代化の一環としてカナルストリートの路面電車が廃止され、バスに置き換えられた。しかしながら、その廃止を惜しむ声に、 後押しされる形で、この路面電車は2004年に復活している。1965年9月、ハリケーンベッツィがニューオーリンズを襲い、ロワーナインスワードをはじめ、周辺のアラビ、シャルメットといった街に大きな被害を与えた。1995年5月にも豪雨による洪水で浸水の被害が出ている。1978年、 ニューオーリンズ市議会議員のアーネスト・モリアルがアフリカ系アメリカ人初の市長に選出される。1984年ニューオーリンズ国際河川博覧会が開催されるものの来場者は伸び悩んだ。1982年のノックスビル国際エネルギー博覧会から日が経っていなかったことなどが影響したと言われていい。2005年8月25日に フロリダ州の南部先端に上陸、通過したハリーケーンカトリーナは北方二進路を変更し、勢力をカテゴリー5に拡大した。そして8月29日にこの都市の近くのメキシコ湾沿岸に再上陸した。上陸時の勢力はカテゴリー4であった。ニューオーリンズは陸上面積の8割が水没した。観光地として有名なフレンチクオーターやガーデン地区。 ガーデンディストリクトなどは水害を免れたものの、アフリカ系アメリカ人が多く住むローワーナインスワード、ポンチャートレイン湖に面した高級住宅街レイクビュー地区、レイクベを中心に壊滅的な被害を受けた。ハリケーンカトリーナ到来の際、ニューオーリンズのハリケーン防災システムは、米国の防災インフラストラクチャーへの準備不足の象徴であった。堤防や防潮壁は耐性がなく、 名ばかりの防災システムであったことをアメリカ陸軍工兵司令部も認めたほどである。その反省から米国政府は100年間の災害に耐えうる133マイルの堤防や水門、防潮堤を市の近郊に建造中である。この公共事業への拠出は約145億ドル、1兆3000億円であり、それらの大規模な支出が事業遂行を柔軟にし、 防災のみならず域内の環境も配慮した事業と、な、いる。ニューオーリンズは、北緯29度57分53秒、西経90度4分53秒にあり、メキシコ湾から約100マイルほど遡った、ミシシッピ川の堆積場に位置し、市の北部は、ポンチャートレーン湖と接している。蛇行するミシシッピ川に沿う地形系から、クレッセント式、ニカツキの街との愛称でも親しまれている。 アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積 907.0km である。このうち 467.6km が陸地で 439.4km が水地域である。総面積の48.45%が水地域となっている。ニューオーリンズは海抜マイナス6.5から20フィート、マイナス2から6。 メートルの都市地域を範囲としているという点で得意な都市であり、スープ皿の異名をとる。市の東側には広大な湿地帯が広がっている。創設以来、水害に悩まされており、1インチ約2.5センチメートル以上の降水量で容易に水害が発生する。水害から市を守るためにニューオーリンズは堤防で囲まれているが、2005年当時の堤防は、 カトリーナ級のハリケーンを前提にして設計されていなかったため、堤防は決壊し、未曾有の水害を引き起こした。浸水を避けるため、土地のほとんどが地下に土葬するのではなく、地上に埋葬室を設け、その中に葬っている。ニューオーリンズの気候は、欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に区分される。しかし実際には、温帯熱帯の繊維部にあることから、 冬は穏やかであり、夏は湿度が高く暑いや熱帯気候である。1月の早朝最低平均気温は、下肢43度、摂氏6.1度前後、日中最高気温は、下肢62度、摂氏16.7度前後である。7月の最低平均気温は、下肢74度、摂氏23.3度、最高平均気温は、 歌九91度、摂氏32.8度である。6月から11月にかけては、ハリケーンの季節となる。2000年の国勢調査によると、人口48万4674人、18万8251世帯、及び11万2950家族が暮らしている。人口密度は 1036.4km である。百五十九点九 キロメートルのの平均的な密度に21万件の住宅が建っている。人種的な構成、白人28.05%、アフリカ系アメリカ人67.25%、先住民0.20%、アジア系2.26%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.93%、及び、 根結1.28%である。人口の3.06%はヒスパニック、またはラテン系である。しかし、2006年2月28日付のベーシ、USA Today が報じた調査結果によると、ニューオーリンズの人種構成が2000年に実施された国勢調査の時のアフリカ系アメリカ人が多数の状態から白人多数の状態に激変した可能性が高い。 ことが分かった。調査というのは、同志が電話を持つ市民を無作為に抽出するもので、その結果、回答した約52%が白人で、アフリカ系アメリカ人は、約37%にとどまった。これは深刻な被害を受けた地域に、アフリカ系アメリカ人が多数住んでいたためとみられている。千二百五十一世帯のうち、セントが十八歳未満の、 子供と一緒に生活しており、30.8%は夫婦で生活している。24.5%は未婚の女性が接待種であり、40.0%は結婚していない。33.2%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、9.7%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は2.48人であり、 結婚している家庭の場合は3.23人である。この都市内の住民は26.7%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が11.4%、25歳以上44歳以下が29.3%、45歳以上64歳以下が20.9%、及び65歳以上が11.7%にわたっている。 中央値年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は88.2人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は83.3人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は27,133ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は32,338ベードルである。 男性は3862ベイドルに対して、女性は23768ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は17258ベイドルである。人口の27.9%及び家族の23.7%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の40.3%、 および65歳以上の19.3%は貧困線以下の生活を送っている。ニューオーリンズと郊外のケナー、メテリーを合わせた地域は、グレーターニューオーリンズ大都市圏と称される。この地域の人口は、2000年の国勢調査で133万7726人で、あったが、カトリーナの影響により人口流出が著しく、 一時は120万人を割り込んでいたが、2010年現在では123万5650人に回復している。ジャズの発祥地として名高い、クレオール料理、ケージャン料理で有名な美食の街としても知られる。毎年2月頃に行われる、マルディグラ祭は、リオデジャネイロのカーニバルなどと並び、世界の主要カーニバルの一つに数えられる。ニューオーリンズは、 全米でも有数の観光都市であり、多くの見どころ、観光名所が存在する。まず有名なのは、フランス、スペインの植民地時代の街並みを残す、フレンチクォーターである。カナルストリート、エスプラネードアベニュー、ランパートストリートの3つの通りとミシシッピ川で区切られた、この地域の中には、世界的に有名な名所が数多い。多くのバー、ライブハウス、 土産物屋がの木を連ねるバーボンストリート、アンティーク街として、著名なロイヤルストリート、北米最古の大聖堂、セントルイスカテドラルとその前に位置する、ヤクソンスクウェア、伝統的なジャズのライブ演奏が聴けるプリザベーション、ホール、カフェオレとベニエドーナツが有名なカフェデュモンドなどは皆、クォーターの中に位置している。フレンチクォーターを出て、アップタウン方面に行けば、 シャレショッピング街として知られるマガジンストリート、オーデュボン公園とオーデュボン動物園がある。またセントチャールズアベニューには世界最古と言われる古風な路面電車が走り、公共輸送機関の古参照、19世紀の豪邸が立ち並ぶ美しい街並みが広がる。また、ニューオーリンズは特殊な形式の墓も有名であり、ラファイエット墓地、セントルイス墓地などは、 国家歴史登録財に指定されている。美術館としては、コンテンポラリーアーツセンター、CAC、ニューオーリンズミュージアム・オブ・アート、ノマなどがある。広大なミシシッピ側には、蒸気船のナチェス号が浮かび、ミシシッピ側のクルーズが楽しめる。ニューオーリンズは、ジャズの発祥地とされる音楽の都である。ジャズの他にも、様々な音楽が息づいている。また、以下は、 ニューオーリンズ発祥ではないが、ルイジアナ州土着の音楽であり、ニューオーリンズでも盛んである。もう参照、主要な日刊誌は、1837年創刊の、タイムズイコールピカユーンである。ニールセンメディアリサーチ、ニールセンメディアリサーチドマ、指定された、市場地域2004年から5年順位、44、210。ニューオーリンズ地域周辺の公共交通機関は、 ニューオーリンズ地方交通局、ニューオールリンズリージョナルトランジットオーソリティ、ルタによって運営されている。多くのバス路線に加え、直流電化された現役の路面電車路線が3路線、カナルストリート線、リバーフロント線、セントチャールズ線ある。運賃は乗車区間にかかわらず1.25ドルである。2005年8月のハリケーンカトリーノで被災したために、 しばらく路面電車の運行がストップしていたが、2005年12月18日には、リバーフロント線とキャナルストリート線の全線で、運行を再した。これらの路線では、セントチャールズ線の車両が使用されているが、これは、リバーフロント線を運行していた、車両7両とカナルストリート線を運行していた、車両24両が浸水したためである、ントチャールズ線の歴史的にも有名な緑の車両は、 浸水しなかった。このため、従来車椅子を使用する乗客のために昇降機がなく、やや不便な状態になっている。一方、アップタウンとダウンタウンを結ぶセントチャールズ線に関しては、河川の電気系統がハリケーンでひどく損傷したために復旧に時間がかかった。2006年12月19日に、キャロンデレットストリートとカナルストリートの交差点から、 セントラルビジネスディストリクトを通過して、リーサークルまでの一部区間のみ運行を再開いた。残りの区間に関しては、リーサークルからナポレオンアベニューまでの区間が2007年11月10日に運行を再開、ナポレオンアベニューからキャロルトンアベニューまでの区間の運行も1223日に再開され、ハリケーン被害から2年以上の時を経て、ようやく、 リバーベンドと呼ばれるセントチャールズとキャロルトン通りの交差する地点まで開通した後2008年5月に残りのキャロルトンとクレーボーンの交差する終点まで全面開通し以前と同じように地元民と観光客が利用できるようになったセントチャールズ線が普通だった間は同区間には代替バスが運行していた当初は FEMA の支援により 路面電車もバスも無料運行をしていたが2006年8月上旬から有料運行に戻された。カトリーナ以前は24時間運行していたが現在は市内のバスストリートカー路線の一部ではまだ利用者の絶対数が少ないことから12時以降の運行を休止している。ルイ・アームストロングニューオーリンズ国際空港がある IATA 空港コード MSY ICAO 空港コード、クムジリによってサービスされている。大都市圏は、アメリカ合衆国、カナダ、ラテンアメリカ、およびカリブ海地方域の路線に、毎日300便近い直行便を運行し、数百万人の旅客に利用されている。この空港は、ヨーロッパからの相当数のチャーター便も、取り扱っている。MSY は、同じように貨物だけの運用も、 毎日行っている特徴があり、フェデックスエクスプレス向けに、メキシコへの直行便の投影サービスを行っている。アームストロング国際空港は、ニューオーリンズが所有しているが、ケナーに位置している。また、ニューオーリンズのポンチャートレーン湖沿岸には、レイクフロント空港があり、こちらは主に小型機、チャーター機などが利用している。市内には、アムトラックのユニオン駅があり、 ワシントン DC やニューヨーク、シカゴとの間を結ぶ長距離列車やオーランド、フロリダ州ロサンゼルス間を結ぶ大陸横断列車などが発着す。る。クレーターニューオーリンズ大都市圏には200前後の軍立学校がある。ニューオーリンズ及びジェファーソン軍公共学校システムはそれぞれ100近い個人学校の拠点として共に地域最大である。参照 著名なミュージシャンについては、ミュージシャンの子参照。ニューオーリンズは、シスター・シティーズ・インターナショナル・インクによって指定された10の姉妹都市を有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。